ちが初めて出会ったあの小さなマンションが新しい都市計画で今月の暮れに取り壊されるみたいだよ。一つずつまた一つずつこの街は姿を変えてくね。僕も少しずつ変わっていく。
止めるから、ベッドへ飛び込んだ拍子に翻ったカーテンから朝焼けがこぼれ、飲みたい。